えー、星です。おはようございます。えー、またね、今日もね、いつもの私のユニフォーム、朝の服で、あの、YouTube 撮ってます。えー、今日もね、あの、富山で初のお話し会をやるんですが、これをね、着て、そしてお話し会を盛大に盛り上げようと思います。イェーイ <laughs> 今すごいです、もう。 一日に、え二、ー、人三人のペースで、あの、ずっと問い合わせが来てます。たぶん、この朝の服をね、作られる、あの、まゆえさんっていう方がいるんだけどね、あの、すみえさんって言うんだけど、たぶん、もう、いろんなところから問い合わせが来てて、今、てんてこまいじゃないかな。<laughs> ね本ほんとに。うん、<laughs> はい。 えー、実はですね、今日話したいことはいくつかまたあるんですけど、まずその1個目話します。あのー、えー、先日ね、うん、えー、と、山都市でね、あのー、お話し会を1週間ぐらい前にやったんです。先週の日曜日だったかなうん。で、その時に、あの、不思議体験してる人、えー、大募集ってやったの。<laughs> 第5集って、<laughs> そしてまだ1週間経ってないんだけど、すごいんですよ。え、今日またね、お二人インタビューしようと思ってるんですけど、もうね、に、4、ろ、や、12 14えー、と、十二、十四。えっと、十四名の方とインタビューができました。<laughs> えー、そして、あのースリ、シリーズにしてね、不思議体験をした人、ね、これの、 えー、まあ、発表これも、あの、何度か、あの、YouTube でさせてもらいました。まずは大変にありがとうございます。いや、すごい。今ね、たくさんの人がね、こうして不思議な体験を語ってくれてるんですが、まだ、まだ募集します。<laughs> で、 えっと、LINE の方ね、概要欄に、あの、オープンにしてます。そして電話番号もオープンにしてるのでえ、ぜひね、あの、どんな不思議体験があったかっていうこと、これをどんどんシェアしてください。ね。よろしくお願いします。楽しみにお待ちしてます。で、えっと、目的があります。目的が。うん。えっと、あの、な有名なね、YouTuber さんが不思議なことを体験してますとかっていうのは、 これはもうこれでいいんです。もういいの。うん。で、元々、こう、異例的能力が高くて、不思議なことができて、そして宇宙からメッセージ受けたもので、皆さんに、えー、のー、要するにこう、何、ディーリングしたりとかって、これも別にいいんです。やりたい人はやってくださればいい。ただ僕がやりたいのは、本当に無名だけど、でもすごい能力が普通に持っているという人を発掘したいんです。うん。<laughs> ね。 表に出てもらいたい。うん。要するに、ライトワーカーの自覚があるのにあ、自覚というか、能力があるのに、まだ自分はちょっとそこまでのレベルじゃないとか言って、自分に蓋をしちゃって、そして、なかなかそれを、こう、前面に出さない。こういった人たちがね、実に多いことが、うん。これがもうもったいない。うん。もったいないっていうことと、もう一個は、 こういう人がどんどん表に出てもらわないと、この地球のアセンション、ね、集合意識を、えー、光の世界に持っていくための、この数がね、足りない。<laughs> 足りない。うん。だから、どんどん前に出てほしい。だから、まずはワンステップ、ファーストステップは皆さんからいただいた、その体験を発表。で、その中から、えー、名前も出してもいいよ。 ね。それから、えー、連絡先もオープンにしていいよっていうのが第2弾目。で、3つ目は、できれば、あの、僕と一緒にお話し会をやりましょう。<laughs> お話し会。そしてそこで体験談を語ってもらう。ね。その時に、僕、あの、会場、ね、例えば僕も東、千葉県に住んでるんだけど、東京は僕が企画ができるけど、それ以外は、あの、各地域の幹事さんがいないと、ね、 会場の,あの確保してさいただかないとそのあの、えっと、こういうその発表する場、うん、お話し会の場がないとできないので、えー、ぜひ、ね、あのそういう場を作っていただきたいなと思います。うん、でこれはあのそういう方をお呼びもできるからぜひねあ橋を協力してあの我が地元に呼ぼうっていう人がいたらどんどんあの橋本の方にオファーしてください。 で幸いにも、あの11月25日以降は、もう、えー、僕の、あのー、タ,イタイムスケジュールというかね、日程全部フリーにしました。全部フリーにしたので、どんどん活用していこうと思います。で特にね、あのー、今、霊的能力が高いって言われている人の地域がだんだん見えてきたんだけど、まず名古屋が多い、名古屋。うん、愛知県が多い。 それから京都、そして大阪、ここから声が上がってます。で、あとはちょっと遠いけどね、あの、九州は福岡、大分のところから、えっと、えー、そういった能力があ,のある人からの連絡が今来てます。だから、こういう人が来やすい場所でお話し会ができたら理想的。うん。で、えっと、一番いいのは一緒にインタビュー。 あの、YouTube に出て、顔出しをして、そして私はこういう体験をしましたっていうのをえ、自分の言葉で喋ってもらいたいんだよね。これが一番理想的。うん。ただ、あとは、あの、これは、あの、自由意志だから、僕はその提案はするけど、あの、出る出ないは皆さんが決めてほしいなと思います。で、えっと、とにかく、もう、一人でも多くの人が、もう、 あの生まれた時の記,はこ記憶はこうだったよ。幼少の、ね、2歳、3歳の時にはすでに大人の気持ちを分かってたよ。<laughs> 大人はみんな嘘つきだったよって <laughs>。心で思ってることとあの口で言ってることが全然違ってたよとかさ、もうそんな話いっぱい来るわけ、うん。で、大体、大体幼稚園ぐらいに行く頃、もしくは小学校に上がる手前ぐらいにみんな、えっ、ー、と、 あ、私がおかしかったんだって。うん。私の方が、あの、普通じゃなかったって言って、その能力を蓋しちゃうんだよ、みんな。もうパターン決まってんの。<laughs> うん、だけど、もうこのパターンも終わり。今年から。ね。あのもっと極端に言うと、今日で終わり。 もう皆さんの方が主役、主役 <laughs> 表に出て、出て <laughs> わっしょいわっしょい <laughs> それそれそれわっしょいわっしょい<笑>で,<笑>、うん、で、もうとにかく、その、この霊的能力のある人、あと宇宙的なこうあの、えー、その記憶を持ってる人、ね、レムリアだ、アトランティスだって、もう語ってる人が今いっぱいいるんだけどさ、 こういう人が自分の言葉で自分が体験してきたことを普通に皆さんの前で語るだけ。でもね、語るということはね、アウトプットをするから、アウトプットしたらその分だけどんどん、その話した人がパワーアップしていくんだよ。<laughs> だから、誰が一番得するかって言ったら、全部発表した本人だから、 どんどん大募集募集イェーイ <laughs>、うん、で、もう一度言うけど、今一番、あの、突然のごとく飛躍的に、あの、天命が動き始めたのが、あの、えー、仙台ん、仙台にいる、えー、佐藤博美さんっていう方なんだけど、この人はもう小さい時から、その、UFO を見たり、そして宇宙人と会ったり、 そして最近では、もう、小さな宇宙人、アミとのチャネルリング、コンタクトを取って、えー、そしてそれを今皆さんに伝えるっていうことができてた人が、もう、ついに、周りの仲間の,こうあの後押しもあって、単独のお話し会を積極的にやるようになったんで <laughs>。素晴らしいんだから、すごいんだから。ね。こういった人を、もう、 各地域にボコンボコン作るから <laughs>、うん。で、えっと、僕はどこでも行くけど、皆さんはその地域でお話し会を企画をすれば、そこに僕が一緒に行って、一緒に、えっと、お話し会をやって盛り上げる。で、この数をもう全国区にしよう、全国区。<laughs> これをやろう。ね。とにかくやろう。うん。 で、あのー、とにかくできるところからやろう。うん。ね。もう、何でもいい。もう、とにかく、えー、即コード、ピッパで、ピッパ。<laughs> や,ろやろう、やろう、やろう。楽しい、楽しい。もう、とにかく、うこれをやりたい。 ということで、まずもう10分、もうあっという間に経っちゃったんで、1本目のハッシーの一人ごと終わります。ぜー <laughs> やろうぜやろうぜ <laughs> どんどん集まれ集まれ <laughs>